わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はあ、こたびの題目は船木みなみの教えて戦国時代神話の国からやってきた今日も気持ちは南向きこと船木みなみです。よろしくお願いします。よろしく頼む。はい、過去にタイムスリップできるとしたら大奥で働きたいです。また甘っちょること申しとるな。ちゃんと現実見た方が良いぞ。大奥の先頭で歩きたいですね。ぜひ二台所になりたいと。おう、そうです。いかにそこにたどり着くのが難儀難しいかを知っとらんな。あ、そんなに難しいんですか。かなり難しい話だよこれ。大きいこと言っちゃった。大奥のこと知っとるんかそもそも。いやテレビで見るぐらい、テレビとか映画で見るぐらいなんですけど、ぜひ詳しいとこが知りたいです。では今日は大奥について解説していくということで、はい、まず大奥はどのような印象なんじゃ、現世のものは。現世の人たちは女のトップみたいな感じです。イメージは女のトップ。トップとヒエラルキー的に女の社会のヒエラルキー、女子の社会の中で一番上が大奥に、うん、働いとる人間ってこと、うん、って思ってました私は勝手に。なるほど。イメージが、はい、現世でなんか例えれるそれは。現世で、いや私は勝手にあれですよ。あ、でもなんか職種が違うけど、だからキャバクラとかホステスさんとか あのトップス階層みたいなイメージです私の中で。あー、なるほど、うん、女社会の一番厳しいとこみたいな。全然違う。違うんですね。いない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 な。もうこれに関しては話していこう。はい、今はもう夜のな、はい、もう名古屋城たちを表してくれたけど、はい、まず大奥国家公務員。お堅い戦なんだわ。お堅い方なんですね。お堅い中のお堅い、はあ、現世のもので申せば一流の大学出て、はい、行けるかどうかという場所。まず入るのが非常に難しい。入るのが難しい。大奥というのは、はい、江戸城の本丸御殿、うん、将軍様の居住空間が御殿という場所なんだけども、うん、表、中奥、大奥という3つに分かれてるんだけども、うん、表というのが仕事をする場所じゃん、はい、対外的な場所、はい、中奥が私的な空間かつ、まあ家族と楽しむ場所でもあるし、大奥というのは補佐する女中たちが住んでおって、将軍様もそこに顔を出す私的な場所であるという。でここで住んでおる働いている女中たちが大奥で働いておなごじゃな。だいたい人数で申すと一番多かった時で1000人ぐらい。1000人多かった時で。そんなにいるんですか。あ、多いという印象。多いです私の中で。おぬしまず、うん、御殿どのぐらい広いか知っとるか。どのぐらい広いか。将軍様のお家何坪か知っとるか。知らない。お前の屋敷何坪じゃ。何坪ですかね。将軍様の江戸城本丸御殿11,000坪。11,000坪本丸御殿。それってどれぐらい、東京ドーム何個分なんだろう。わしに東京ドーム何個分って聞くの間違ってるんだよ。わしが聞くならええけど、東京ドーム何個分なんじゃってわしが聞くならええけども、それであとで自分で調べや。調べてきます。1万その1万1000坪の中の多くは6,300坪、ほぼ半分ぐらいを多くが占めとるのよ。部屋数100以上。100以上そこに1000人ぐらい住んでる。まあ広いのは分かったと思います。広い、うん、そして先ほど申した国家公務員というふうに申したけども、はい、だいたい身分社会だで、うん、女子社会といえどもまあ3つぐらいに分けれます。へえ、3つ。お目見え以上。お目見え以上、将軍様と、まあ、会える立場の人間。お目見え以下。あ、以下。会えない。会えない。部屋方という3つに分かれる。さあまず大奥に入るためにはどうするか、うん、お主どうする。大奥に入りたい場合、みんなも考えてもらいたいけど、入りたい場合はまず試験を受ける。あ、その通り、うん、試験を受けるわけなんだけども、うん、12歳の段階で願書を出す。
12歳、13歳、まあ言ってしまえば15歳ぐらいで大人じゃから、オシャン時代は12、3歳だから、もうオシャンで感覚で言えば高校3年生ぐらいには多分そのぐらいの感覚で願書を出すのよ。自分で出すんですか？いや自分では似合うけど、一族総出でも願って出すんだろ、そういう感じなんですね。国家公務員じゃん。おのし一人でなく、もう父母が兄弟の期待を背負って行くわけなんだ。で願書を出す、うん、でもちろんこのいわゆるその紙での審査もござるけども、うん、重要になってくる項目があるんだ。はい、分かった。3つある。何だと思う？1つ顔。正解。よし、容姿、うん、すぐ出たな。そこに関してはおいで。あと2つ。2つ目、やっぱ学力。お、正解、うん、正解。お、珍しい。全問正解いくか。 あと1つ。顔、頭、家柄。正解。お、今まで初めて出したの。全問正解。その通り、はい、この3つが重要になってくる。やっぱそうなんだ。だってここがまず伴ってないと、もう書類で落ちるわけ。うわ、要は書類審査落ち。だパッと来る、お家、家柄見る、ダメ、顔、うん、みたいな。一番大事じゃん、お家、家柄。あ、もう家柄が一定のところ行っとらんと、もうそもそももうダメ。じゃあか、とてつもなく顔が良かったら、家がちょっと悪くても入れる。で、先ほど申した学力なるものは、実技試験。実技？だからそこ書類審査が通って実技試験があるんだよ。来て。実技試験で読み書きとかあるの。学力的な検査があるんだ。それ以外にも実技試験ござる。なんじゃと。あります？江戸時代で奉公するため、はい、働くための実技試験。現世もあるじゃん、実技試験というの。実技はありますね。何するんじゃろうか、これは。この時代ですよね、うん、なんかこういうやつ、なぎなたみたいな。あ、武道的な。武道的な。これ残念。これは裁縫なんだ。裁縫？裁縫。ほうほうほう。いわゆるお名残り女子力を試される。でこれも通って最後に身元調査をする。さらに身元調査、問題がないか、一族が何かやらかしておらんかとか、それを通して、だからもう総じて1ヶ月ぐらいかけて合否が出る、うん、ああ、合格通知が届くんだ、屋敷に。届いたっつって、父親、母親、届いた。パッて見ると何月何日もう来い。でお主の始まる役職ここからって事細かに書かれると思う。それってみんな下から始まるんじゃなくて、もう配属が。そうなんじゃ、配属があるのよ多くは。うわ、社長があったとする、はい、平社員があったとする、うん、間にも多分現世のいっぱいあるけども、もうこの段階で結構決められとる。そうなんだ。つまり何が言いたいかと思うと、うん、もうこの入る段階で出世コースに乗るか、うん、出世できない人間かがもう分けられるの、ふるいにかけられる多くは。そうなんだ。現世の警察に近いかもしれない。はー、地方から始まるかとかのこの違いがござるで、結構厳しいじゃろ。だってそれで出世できないところだったら、なんかもうなんかモチベーションってなりません？アングルだ。お、まだ後期はある。まだあるんですね。多くにはまだここで後期チャンスがござる。おお、なんだろう。でここでまず決まるんだけども、うん、まあ、こまことにいっぱいあるんだ。いっぱいあるんだけども、もう旗本なのかとか、その家柄でも決まってしまうの。大体が非常にいいお家じゃと、うん、もういきなりお目見え以上のところが始まる。あららら、会えちゃうやつだ。もういきなり会える、うん、ただこれかなり一部。あ、一部だ。一部と、もう弱いが30近くとかのものになってくる。10代のうちはもう大体もう下の方が始まるんだ、うんうん、でここの時給料どのぐらいじゃと思う、多くの初任給では似合うけど、多くの初任給。これ結構もう給料事情やったからな、割と江戸時代は。やりましたよ、うん、どれぐらいだろう。国家公務員。年収。年収いくらだろう。500万。500万ぐらい初任給。残念。初任給90万円ぐらいから始まる。あー、ちょっと夢見ましたね。夢見ちゃった。ちょっとこれ一番低い。うん、一番上いくらだと思う。じゃあ多くの一番上。多くの一番上、まあお年寄りと呼ばれる牛耳る人間なんですけど、この辺の人間いくらだ。年収、うん、3000。
正解だよ。今日やばい、今日やばい。多くの一番上のものが約3000万円ぐらい、一番下が90万円。あ、でもそうすると夢ありますね。これすごいよ、女子の社会で3000万ってありえんことなんだ、これわしらの時代で。あ、そうなんですね。働かんから、基本身分が高い人間っていうのは。将軍の24時間でやったけども、うんうんうん、ファイヤーじゃから、ファイヤー、ね、基本的には、うん、働かんけどそれぐらいの給金がもらえる、国家公務員で。しかもすごいな、ここで驚きの事実、はい、我らの時代なんと多く年金制度がござる。年金あったんですか。勤続年数長いとちゃんと出るという。さすが国家公務員だろ、先駆けておるのよちゃんと。ただこの90万円ぐらいは言ってしまえばもうパートとかアルバイトみたいなもんだから、うんうんうん、これが先ほど申した部屋方みたいな。あ、もう出世ができんかった者たちはもうここでずっと働くのよ。あ、ここで働いてるんですね。辛いじゃん、働けるか、ずっとここで。モチベーションはちょっと無理です。だってみんな一生懸命出世しようとするんだよ。お目見え以下、お目見え以上になるために頑張るんだ。頑張るんですね。で、どのように頑張っていくのかという話なんだよ。あー、それ大事、うん、これどう頑張っていくと思いますどう頑張る。でも自分を磨くしかないじゃないですか。まあその通り。そうで、簡単に変えれるのがよし、あー、ほら、な気がする。その自分磨きで容姿を美しく化粧を上手にするとか、うん、無論の話なんだけど違うのよ、うん。え、お主、これはもうここからはドロドロの話なんだけど、はい、派閥が多いのよ、多くは。出た、女子ってあんまりうまく同性と仲良くできん生き物らしく、うん、もう上の人間いっぱいおって、うん、どこかに行くかみたいな。そう、引き上げてもらう、気に入ってもらって、うん、ただそこには同じ同僚がいっぱいおるで、どうするか、いじめが起きるんだ。うわ、これ多くの問題その1、いじめが多すぎる。いじめ、同僚のいじめが凄まじいっていう。着物引っ張る、うわ、着物の裾踏む、転ばせるとか、日常茶飯事であった。じゃあバタ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 ってみんな倒れてる感じです。もう嫌になってくるだろ、うん、ストレス溜まってくる。ストレス溜まると他のものをいじめたくなるっていう負の連鎖。しんどい。これが下の方のものがえりゃ多かった。なぜかと申すと、下の方のものは部屋100と申したけど、うん、1000人ぐらい住んだわけだから、うん、1人1部屋ではないの。そうか、大部屋みたいなものがござって、雑魚寝、もうだんだん気持ちが嫌になってくる。そういう中で生き残ったものが出世をして、いい生活ができて権力をかざすことができる。お主が申した女子を連れてドラマでお主はよく見るようなこのようなことができるという。ただこれはまことに一握り。うわ、しかもこの一握りの中でも戦いがござる。うわ、でトップはトップの争いだ。ただここを全部抜かしてポンっていきたいものがおるはず。一躍千金のように。お、方法が一つだけござる。え、将軍様の子を宿す、解任するという。こう儲ければ一気にプオーンと出世、ご本抜きですね。その通り。ただお目見え以上でないと将軍様と会える機会もないで、うんうん、まあなかなかここまでなんとか頑張るしかないんだ。お目見え以上になってからなんとかここパーンといけるように。ただ唯一ここの下の階で風呂係の世話しとって、風呂場でことを起こして待って子供ができたというので、信じられん出世を果たした女子も260年の江戸時代の中でちらほらある、うん、そうなんですね。ここまで厳しい大奥生活、うん、お主はやっていけるのか。いや、お断りします。いや、お前やりたい言うたから意志が弱い。また会おう。 YouTube またご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。船木みなみ、ツイッター、インスタグラムやってます。フォロー待ってまーす。お主、チャンネル登録をいたせよ。